青学への逆転合格なら青学専門塾。早稲田大学教育学部国語国文学科4年生の浜井翔吾と申します。休浪して早稲田大学に入り現在31歳です。苦労しました。休浪だけに。まあ、私自身結構その昔からいじめられていたりとか親族とかにも褒められたことがなくて、すごく自己肯定感が低い人間でして、どうやったら自分は自分の人生を前向きに生きられるんだろうと考えた時に知識を得ることかなということを思い立ちまして、受験勉強をしようと思いました。模試をですね、していない高校だったので、私は笹山産業高校の商業科という、まあ、偏差値で調べたら多分40ぐらいところを出てるんですけれども、6浪目とかに初めて模試とか受けた時に本当に低かったんで50とかなかったと思いますんで、まあ、6浪目のセンター試験が 39% だったと。だから本当にもうそれくらいの学力でして、もう多分測定不能だと思います。いや、もうやめた方がいいとか、お前に勉強は向いてないとか。私が住んでたところが兵庫県の丹波市っていうところなんですけれども、大学に行く人がほぼいなくて、私自身その家族で大学に行った人が誰もいなかったんで、大学に行く勉強するっていう価値観がほぼなかったんで、まあもう親戚中から否定されるような感じでした。まあ、人から否定されるようなことでも自分はこれをすれば人生道が切り開ける可能性があると思って頑張れて、で実際にそれが達成できたら自分は自分で価値のある人間なんだなって思えて、自己肯定感を持って人生をこの先生きることができるんじゃないかなと思ったので、もうそれができないと自分は廃人も同然だとか、人生は終わってしまうんだろうなってのをずっと思ってて、だからこそ人から否定されてもやりきるんだっていう思いでやってました。まあ、一番大事だなと思っていたのは反骨心ですね。人を見返してやるんだと、まあ、自分はここまで人に低い評価をされてきたとか当時ちょっと思い込んでただけなんですけどね、まあ、だから何とかして自分の価値を多くの人に、自分をいじめた人とかバカにした親戚とか塾のチューターなんかに認めさせてやるんだとずっと思ってました。いや、もう実感が全然湧かなくてですね、受かった喜びよりも浪人が終わった安堵の方がでかいんですよねなんか嘘なんじゃないかなとずっと思っていて、ドッキリだろうかなっていうのを考えてて、入学式に行くまで自分は大学に何かの失敗をして手続きでこれを漏らしていたから入れないとかいうことがあって、入れないことなんかもあるんじゃないかなってのをずっと考えていて、本当に入ってようやく実感できたという感じですはい、人を大切にすることかなと思います。身近な人をですね、大切にして利害とか抜きでですね、目の前のことに、まあ、物事であっても人であっても誠心誠意向き合うっていうことが、将来10年20年経った時に自分に返ってくるんじゃないかなということを今では思っております。まあ、私はですね、偏差値40の高校から早稲田大学に来てですね、地元にいるときは誰も賛同者がいなくて、今ほどネット動画で逆転合格とかそういう情報も得られなかったんでですね、すごく寂しくて誰も味方がいないんじゃないかなっていう思いもあったんですけれども、まあこうして今ですね、こうやって動画で情報を発信する機会をいろんなところからいただいて本当にありがたく思っているんですけれども、自分は偏差値40とか50の高校に通ってて誰も早稲田慶応とか有名大学を目指す人がいないっていう状況の中で、一人四面楚歌の中頑張るっていうのはすごく勇気のいることだと思うんですけれども、それをやりきった人もいるんだということでですね、あまり大きなことは言えないですけれども、こういう人間もいるんだっていうことでですね、ちょっとでも勇気をもらっていただければ、まあ、私は他の YouTube チャンネルで怒鳴ったりとか発狂したりとかしてますんで、それを見てちょっとでも勇気を元気を出していただければと思います